大分香りの博物館は、大分県別府市に所在する香りをテーマにした博物館である。2004年まで県内の別の場所で展示を行っていた大分香りの森博物館を引き継ぎ、2007年に開館した。本館の前身といえる大分香りの森博物館は、1996年7月7日に大分市の津原町の平成森林公園に開館。 しかし、交通の不便さなどから来館者数が伸び悩み、2004年10月より休館、2006年3月末をもって閉館となった。別府大学は創立100周年を記念して2007年に、キャンパス隣接地に大分香織の博物館を開設。大分香織の森博物館の収蔵品3625点を県から対応を受け展示している。 2016年度には公益社団法人に、おい、香り環境協会から、におい、香り環境賞を受賞した。建物は3階だけで、1階は香りプロダクトギャラリーとして、香料の紹介や調合方法の解説、世界の香水の展示を行う。一部の香料や香水は支給することができる。エントランス、ミュージアムショップ、カフェも1階に位置する。 博物館の裏手には、ハーブガーデンに囲まれた天然温泉の足湯があり、2018年より別府八湯温泉堂に参画している。2階の香りヒストリーギャラリーでは、アジアや西ヨーロッパ、オリエントなど世界から集めた蒸留器や航路、香水瓶など香りにまつわる資料を系統的に展示、香りを医学や薬学の視点から捉えた、 研究資料の展示も行う。3階ではオリジナル香水作りやアロマ体験ができ、特別展示室では企画展なども行う。ありがとうございます。